勝田正幸は、日本の実業家で、元日本電子計算社長。父、久し抜きは、元大蔵大臣、勝田和江の弟なので、正幸は、主計の老いに当たる。東京府生まれ。父、久し抜きは、陸軍軍人で、1982年3月13日に103歳で、死去した。勝田正幸は、勝田和江の老いなので、主計の4男で、 元日本債券信用銀行頭取の勝田達夫は、正幸のいとこにあたる。また、テレビ朝日アナウンサーの勝田和弘とも親戚にあたる。正幸の弟協業は、東大工学部機械工学科卒業後、三菱商事に入社し、安倍元気の三女と結婚した。勝田正幸の妻、鈴子は、岩崎幸也、都市夫妻の四女。鈴子の父、光渡るは、 三菱財閥の創始者、岩崎八太郎の三男で、母、都市は、慶応義塾医学所初代校長、松山宗案の四女。したがって正幸は、岩崎八太郎及び松山宗案の孫娘と結婚したことになり、勝田家は、三菱の創業者一族、岩崎家と隕石関係で結ばれた。地球科学者の岩崎康氏 A は、 鈴子のおいにあたり、同じく地球科学者の陳税清高は、鈴子の義理のおいにあたる。市川慶里の専務を務めた、杉本はじめは、岩崎幸也、都市夫妻の三女と結婚したため杉本は、正幸の義兄にあたる。正幸、鈴子夫妻は一男二女を設けた。正幸、鈴子夫妻の長男、勝田義正は、慶応義塾大学法学部卒業後、 三菱重工業に入社し、相模原製作所、本社研究事業部、メカック、本社科学プラント事業本部に勤務後、関連保険代理店、株式会社春秋社に勤務。岩崎八太郎の彦の一人で現在三菱、合気道部副部長として三菱合気道部や、洋和会合気道スクールの指導員を務め、廃人でもある。建設小水資源公団の坂西徳太郎の次女。 聞くことの間には、長男、安弘を設けた。安弘は、高理科と結婚。児童文学者の勝田たし子は、正幸鈴子夫妻の長女にあたる。次女由美子は、聖泉女子大学を卒業後日本語学校講師を、務めている。ありがとうございます。